サンマリノファシスト党はかつて存在したサンマリノの,のファシスト政党。1923年から1943年までサンマリノを統治した。サンマリノファシスト党は第一次世界大戦に王立イタリア軍として参戦したジュリアーノ・ゴジによって1922年8月10日に設立、指導されイタリア王国のファシスト党の強い影響を受けた。ゴジは 名門の出身でサンマリノでは内閣を指導する外務大臣と内務大臣を務め軍と警察を指揮した。サンマリノファシスト党は当初より社会主義者に対して威嚇や暴力を使用した。機関紙はイタリアのイルポポロ D イタリアをモデルとしたイルポポロサンマリネセであった。イデオロギーと政策の面ではサンマリノファシスト党は 革新的ではなくイタリアのファシズムに密接に結びついていた。彼らは大多数が農業の国を労働者の国に変える近代化を追求した。しかし彼らはイタリアで1938年に成立したような反ユダヤ法は採用しなかった。1923年4月、ゴージはファシストとしては初の失政に選出された。 以後の6ヶ月ごとの選挙でもファシストが選出され続け、1926年には他の政党が禁止され、サンマリノは実質的に一党制国家となった。しかし1932年までは代表議会の多数派は政治的に独立を維持し続けた。その後、サンマリノファシスト党は五字の党派と越与ボルドッチの党派に分裂し、 イタリアのファシスト党による指導と仲裁が行われた。1932年、ボルドッチの党派は競合する、機関し、ラボチェデルチタノを開始した。翌年、彼は、ローマ通貨の際にクーデターを格索したと非難され、イタリア当局に逮捕された。ボルドッチと他の陰謀者とされた者は、党から粛清され、1934年に、特別法廷で、重労働の判決を受けたが、 その刑罰は実行されなかった。この時期、再建された社会党は反ファシスト運動の形成を開始した。ベニーとムッソリーニ逮捕の3日後となる1943年7月28日、サンマリのファシスト党による統治は崩壊し、非ファシストによる政府が形成された。この日は、後に国家の祝日となった。しかし、ムッソリーニの救出と、 イタリア社会共和国の形成後、ファシストは復帰を開始した。イタリア社会共和国に囲まれて、ゴシックラインに近づいているため、ファシストが復帰した政府は、巨国一致内閣の一種であり、ドイツによる占領を防止した。1944年1月4日、ゴジと2000人の忠実なファシストによって、サンマリの共和ファッショが設立された。 彼らはイタリアの共和ファシスト等を強くモデルにしていたが第二次世界大戦の中立は維持し続けた。メーデーの際にファシスト政府は違法なストライキを計画したとして共産主義者を短期間逮捕した。6月26日、イギリス空軍がサンマリノを爆撃し市民63名が死亡した。ファシスト政府はその日を国民の追悼日と宣言し、 反連合国の宣伝に使用した。9月17日、数軸国軍が退避のため、サンマリノを占領したが、3日後のサンマリノの戦いで、連合国軍によって排除された。連合国軍は2ヶ月間駐留し、ファシストによる政治的独占を終わらせた。1944年10月1日の選挙で、ファシストは排除され、11月16日に、サンマリノ共和ファッショは、 非合法化された。2000の都市で1万5000人の市民が政治活動を禁止され、このことは左翼に有利をもたらした。1945年4月の選挙で共産党、社会党の連立政権が成立し、5児と50名のファシストが裁判にかけられ投獄された。ありがとうございます。